あるところに枝豆屋敷というお屋敷がありました。そこには枝豆夫人と3人の子供と羊卵がいました。子供たちはいつもママのお腹の中でねんねしていましたが、3人の子供たちは成長して、一人ずつベッドで寝ることができるようになりました。でもそのことうっかり忘れたママは、慌ててしまい子供たちがいなくなったと勘違いしてしまいました。羊卵がいくら説得しても、パニックになった枝豆夫人は聞く耳を持てなくなりました。そこに探偵卵が現れたのです。秘密のお留守番、枝豆夫人とのバトル、ハードモード、チャレンジしていきます。こんにちは、グーチョキパンダゲームズです。秘密のお留守番、大型アップデートが来ました。パンダさんも動画をアップしたんですが、実はまだもう一人ある食べ物を取れていなかったんです。コメントで教えてくださった視聴者の皆様、本当にありがとうございます。そして今回はハードモードにチャレンジしていきます。枝豆夫人とのバトル、ハードモードはまず壁に飾ってある絵を3回ぐらい叩いて落とします。これがハードモードにする条件です。ちなみにハードモードは豆をたちを全部取らなくても、絵を落とせばどのタイミングでもチャレンジすることができます。そして違いは、いつも泣いて始まる枝豆夫人が、いやー怒ってるー、そう、激怒って始まります。もちろん映像が変わるだけではありません。とにかく枝豆夫人がめっちゃ強い。バトルが開始したら、まず一番奥に逃げた方がいいと思います。一番奥に逃げると帽子が飛んでこないんです。パンダさんのアドバイスとしては、くるくる回っている時には逃げることをおすすめします。帽子が飛んできたりするので、それも避けなくてはいけません。枝豆夫人がくるくる回るのが止まったら、次はジャンプしてきます。この時に豆をたちを連れていきます。ハードモードじゃない時は、枝豆夫人が気絶してる時に豆をたちを持って行って袋の中に入れることができたんですけど、このハードモードでは枝豆夫人の気絶してる時間がとっても短いんで、このジャンプしている時に豆をたちを置きましょう。そしたらうまく入ってくれます。でもなかなか位置がずれたりして難しいので、できるまで何度も挑戦するのがおすすめです。この枝豆夫人のバトルは他の人と一緒にプレイもできるので、協力してプレイするっていうのもおすすめです。そしてクリアすると、
枝豆もどきがゲットできます。今回の動画編集してお送りしてるんですが、正直めちゃめちゃ何回もやりました。ほんと難しかったです。皆さんも頑張って挑戦してみてください。最後までご視聴ありがとうございます。グーチョキパンダゲームスでは秘密のお留守番の動画をたくさんアップしています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあまたね。バイバーイ。